ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は予定通り、シャオミから国内向けの新製品が発表され、これから秋発売される製品が明らかになりました。その中でも、やはり注目度の高い新型のスマートフォン、こちらも発表となりましたので、今回はその新型スマホにつきましてご紹介したいと思います。まず、モデルとしましては、Xiaomi 14T、それから Xiaomi 14T Pro というモデル。こちらがスマートフォンの新型モデルとして発表となりました。先行して海外で発売されているこの2つのモデルが国内でも発売となります。外観的には2つのモデルほぼ同じです。このような感じで、カメラ。一応こちらの1、2、3、4。4つのカメラがついているようなものかもしれませんが、実際はこの3つがカメラとなっていて、残り1つはフラッシュとなります。ですので、ハイエンドモデルに位置するため、ちゃんと広角、超広角だけではなく、望遠カメラも搭載となります。そして、もう1つが Xiaomi 14T、プロがつかない方のモデル。こちらも外観上のデザインはほぼ同じです。このように見比べてみますと、若干上位モデルにあたる Xiaomi 14T Pro の方がカメラの出っ張りが多いかなという感じはあります。では、肝心の各モデルのスペックですが、こちら。画面左の方が上位モデル、Xiaomi 14T Pro。そして、右側がその下のモデル、プロがつかない方の Xiaomi 14T となります。それぞれ違いとしましては、CPU やストレージなどに違いがあります。CPU は上位モデルが MediaTek の Dimensity 9300 Plus。プロがつかない方のモデルが 8300 Ultra となります。メモリは両方とも共通、すべて RAM 12GB。ストレージは上位モデルのみ 256GB に加え、512GB モデルが存在します。両方とも IP68 の高い防水に対応。それがお財布携帯にも対応となります。ですので、Xiaomi のフラグシップモデル、Xiaomi 14 Ultra。そちらはお財布携帯と国内のサービスは非対応となっていましたが、今回発表されたモデルはちゃんとお財布携帯対応となりますので、メインで使っていくスマートフォンとしても使いやすいモデルとなります。また細かいところで言いますと、Wi-Fi のスペックも Xiaomi 14T Pro の方がより新しい Wi-Fi、Wi-Fi 7、802.1GBE 対応となります。Bluetooth は両方ともバージョン 5.4 に対応。それから、生体認証につきましては、ディスプレイ内蔵の指紋認証、それから顔認証、両方対応です。こういった、Xiaomi 14の T シリーズに指紋認証、画面内内蔵の指紋認証がついているということで、もうフラグシップと言ってもいいぐらいの、とてもハイスペックなモデルとなっています。本体のサイズ的なところは、まあ2つを並べてみなければわからないところではありますが、若干だけ、Xiaomi 14T Pro の方が厚みがあります。ただ、1ミリもは違いませんので、基本的にはほとんど変わらない。デザインも共通、サイズも共通と考えていいかと思います。さあ、そして今回、特徴の一つでもあるカメラですが、両方のモデル、トリプルレンズカメラとなります。そしてポイントとしては今回ライカと共同開発したカメラが搭載となります。これまではフラグシップモデルのみライカと共同開発したカメラを搭載していたことが多かったんですが、今回はこのハイエンドモデル、Xiaomi 14T シリーズにつきましてもライカのカメラが搭載されます。まずは広角カメラ、それから望遠カメラ、超広角カメラ、この3つのカメラが搭載されます。広角カメラにつきましては5000万画素。センサーなどは両方のモデルで、違いはあるものの、画素数としては同じ5000万画素のセンサーが採用されることになります。望遠カメラにつきましては、
プロの方が 2.6 倍、プロがつかない方が2倍、超広角カメラは、こちら、何倍かは書いていませんが、両方とも1200万画素の超広角カメラが搭載となります。広角カメラにつきましては、両方とも同じ3200万画素。ディスプレイも共通で 6.7 インチ、有機EL の 2712×1220 ドット。バッテリーは 5000mAh、急速充電対応のモデルとなります。ということで、違いとしては、カメラ、CPU、それからストレージ、そういったところに違いがあるということになります。細かいところで言いますと、Wi-Fi の性能に違いがありますが、こちらは、このスマホ本体だけではなく、自宅の Wi-Fi 環境とか、そちらの方も関係してきますので、あまり今から Wi-Fi 7対応のモデルを買っておくという必要はありませんので、基本的には、カメラとか CPU とか、ストレージ、そういったところから、どのモデルを購入するか決めるのがいいように思います。また今回は AI 機能も搭載となっていますので、こちら、Xiaomi 独自のもの、それから Google のもの、いろいろありますが、AI も活用することができます。やはり何といっても今回のモデル、カメラに力を入れているという感じが強くあります。ですので、より綺麗な写真が撮りたいという方、動画も綺麗に撮りたいという方、その他、あとは、ちゃんとお財布携帯に対応しているというところも大きいので、これからメインスマホとして何か新しいスマホを検討しているという方にとっても、これらモデルはとても魅力的なモデルとなりそうです。ただし、先行して海外で販売されており、そのレビューなどを見ると、カメラの仕様というかスペック知ることができますが、動画撮影におきましては注意点があります。こちら、Xiaomi 14T Pro の動画撮影のスペックとなりますが、今回最高で 8K24P の撮影ができる。4K では 60P まで撮影できるということで、とても高い動画撮影の性能を持っているように思いますが、注意点としましては、動画撮影時、特に 4K60P など、高フレームレート、高解像度での撮影時、カメラを切り替えることができないという欠点があります。ですので、特に 8K は使われる方少ないかと思いますが、4K60p などで撮影している際、カメラを広角から超広角望遠などに切り替えながら撮影したいという方は、一度撮影をストップして、それからカメラを切り替えてまた撮影を再開する、そういったことが必要になりますので、動画撮影時にカメラの切り替えをやる方、そういう方はちょっと購入時注意が必要です。撮影時にやはりカメラの切り替え、4K60p なので撮影時にカメラの切り替えを行いたいという方の場合は、現在 Xiaomi から販売されているモデルで言いますと、こちら Xiaomi G4 Ultra、 こちらは対応できますので、そのように撮影時にレンズを切り替えたいという方の場合は、残念ながら今回の Xiaomi G4T Pro ではなく、こちら Xiaomi G4 Ultra、こちらの方を選ばなければいけないというところがありますので、そこは一つ注意点としてお伝えしておきたいと思います。では肝心の価格の方もご紹介しておきます。まだ公式の方には正式な価格出ていませんが、基本的には約10万円、10万円前後という言い方が正しいかと思いますが、となりますので、特に上位モデルを買われる方の場合は、10万円以上は予算を用意しておく必要があります。ただし、フラグシップモデルにあたる、先ほどご紹介した動画撮影時カメラを切り替えることのできる Xiaomi G4 Ultra、 そちらが約20万円することを考えますと、モデルによっては半額近い価格で購入することができるということで、実はそういった撮影時にカメラが切り替えられないというところを除くと、かなりお買い得なモデルとなっています。また正式な価格など発表されましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。この辺の Xiaomi G4T、G4T Pro、もっと最新の価格など、その辺の状況が知りたいという方、またこのチャンネルでは最新のスマートフォン、発売前、発売後、
ものにつきましていろいろ情報を発信していますので、その辺の最新情報が知りたいという方、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回は以上です。